オブセを十分知ってるつもりだったんですが、ごくごく一部のオブセだったんですね。こんな見たもんないぞ、日本で。知らぬ間に果樹農家になってました。ネオンの少なさというか、何度も帰ってるうちにいつの間にかというか、お祭りの裏方って楽しいんですよ。